始まりましたね。なんだっけ、皆さんこんにちは。ミッションとこんばんは。繋がってるこの車。おはようございます。プロペラシャフト。そうです。プロペラシャフトです。外して磨いてサビ落とし、して、はい、ほんで、キレキレ。プロペラシャフトを抜いて外して、なんで抜くかというと、ミッションを入れ替えるためです。ボルト後部の方はガソリンタンクを下ろしたために外してあるのです。まあ、その時にデフも変えたんですけども、LSD のデフも変えましたけどね。今からこれをプロペラシャフトを抜くのです。今1本のボルトで止まっているところです。ところも4本のボルトはデフ側は取ってあるので、あとはこの1本で止まっているのです。これを外すと、あとグラグラで、あと引っ張れば抜ける状態になります。さあどうでしょうかね。これ怖いんやって。これ怖いやんて、怖かったんやて、これ来たよ、来たよ、来たよ、これ、あー、もう隣でいいか分からん、はまってた。ほんで、あっちの顔のところのラジオも外したんで、あー、落ちてきた。はい、後ろの落ちてきた、落ちてきた、もう抜けそうです、抜けそうです。 F と繋がってる部分が落ちました。ちょっと待って、もう抜けるんじゃない、引っ張った。さあどうでしょうかね。なんかなんかだけなんか硬かったんですよね、これ引っ張っても。引っ張ったら抜けるかも。ああ私の顔も落ちる。ああ抜けた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 、あちら、あ抜けた。抜けてホッとしてるというのは、これなんか他になんかピンがなんかあったんかなと思って、引っ張ったら抜けるはずやねんけど思って、ミッションを交換するためにプロペラシャフトを抜きました。抜けました。はい、はい、そうなんで、ですね、プロペラシャフトと、ミッションとつながるところのリアの部分ですね。わかるかな、怖いな。遠くからこれでビューッと寄ってみる。で、ある方向でないと入らないように、あ、これで歯が2箇所ね、こうないところがあって、そこをミッションと合わすようになっています。ミッションと合わせて入れないと多分入らないと思うんですけどね。はい、わかったかな。これどう？ビデオの操作慣れてません。キャッ。はい。そういうとこです。わかったかな。はい。はい。そうなんで、これはドライブシャフトです。で、ドライブシャフトのこの辺は今はい、ドライブシャフトをもうちょっと箱の上に置いて削るとこなんですけど、もうサビ落とすところです。この辺をね、サビ落としてるんです。ブラシでどんどん落としていこうとしてるんですね。何のスタイル、ジュージューさん。セロハンテープって何だっけ、ラップしてるか見えん、カメラ映し込むスタイル。せっかくプロペラシャフトを抜いたので、綺麗にするためにどんどんサビを落としてるとこです。はい、
ドライブシャフトできたらドライブシャフト突っ込むか。これはなかなか突っ込まへんかったんですけども、長いこと本当は車の中に置いてあったんですけどね。これ家の中に入れてあったんやけど、車に積んだ方がいいよね。で、できたらできたから組み上げていかんのかな。部品ができたら車につけるっていう形にしていかんの。デフオイルもいらなあかんし、ミッションオイルもいらなあかんし、おへーとか言って、これはプロペラシャフト、間違えた、プロペラシャフトを磨いています。プロペラシャフト、ドライブシャフトとプロペラシャフトとすぐ名前を間違えてしまいます。プロペラシャフトを磨きます。まあ、とかブツッと切って前にボーン持ってくる。ブツッと切って前に持ってくるのは編集のことを言ってるんですけども。プロペラシャフトを磨いて、で、これはニコ生をやりながらビデオを撮って、ビデオの方を YouTube に上げています。はい、リハにあるデフにつないで、配信画面はやっぱりレンズというか汚いので、リアのドライブシャフトをビデオで撮ったやつを上げるようにしています。トレーリングアームをブレーキアームのそこの塗装室の中にトレーリングアームつけて、お前のむさびやねんな。ショックがね、ショックが見つかったんです、割といいのが。バネないんだけど。バネこれ入れとこうかな、このノーマルバネ入れとこうかな、それともどんなにしようかなっていろいろな。あれフロントやったかな。フロントはあっちの入れといて、TT? タイプ R。タイプ R のフロントの、バネ入れといて。結局バネ、サスはタイプ RA のタイプ RA かな、その辺のやつを4つとも入れています。今現在は、はい、挟むブイーンってまたビーンって挟んで入れなかった。頑張ろう。このプロペラシャフト全部剥がさなあかんじゃうかな、このサビが。結局全部剥がさないとタビが回ってるんで、回ってるというか塗装の塗装と金属の間にもうサビがブワーッと生えてるんで、カビのように生えてるんで、めくってめくってやれば取れるんですけどもね。はい、ユニバーサルジョイントのとこね。あ、そこユニバーサルジョイントのところのところがのサビがなかなか落ちにくいんですよね。ああいう構造しているので、はい、頑張って落としましたけども、はい、油さすぼっち、油さすぼっち、ぼっちって何。こっからぶら下してじわーっと中に1個2個3個4個とか入れて入れたいねんなーみたいな。ここら取れんようになってんねんな、うん、止めるのがポン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 何か所12345678って止めたら外れんようになってんか。特殊な形をしてますよね。特殊工具で外さないと外れないんでしょうね。今度こう折れてしまった。しまった嫌やしな。綺麗に。まあ角度がどうしてもついて回るんやろ。くるくるっと。どうせどっちみち角度がついてくる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 回んねんと思うんだけど。よいしょ。なんでここ。
防空きれいにしましょうか。ね。よいしょ。どうなってんのかな。なんかちょっとゴムっぽいものがあるんだけど、それにもね、中が隠れてるみたいな。今回はね、ユニバーサルジョイントのところを集中的にやって、キレキレしてました。はい。話は政治っぽい話。いきなり話変わんねんから。森友学園のお話の中の話なんですけど、ものすごい、あれは広まってるで、いろんな人が加わってるんですけどね、だと思うんですけど、でその中で藤原工業っていうんですかね、そこがゴミがあるよ言って言い出したんでしょ。ないのに僕も言っとこうか、ビデオちゃんうまく磨いてますね、綺麗にどんどんやっていきたいと思います。はい、これプロペラシャフトのこっちがエンジン側です。エンジンここ何だっけ、あれが刺さる方です。ミッションに刺さる方です。これ側はミッションに刺さる方で、段々的に短いんですけどね。で真ん中からデフの方に長い、はい、ちょっとデフの方には長いプロペラシャフトになって、構造的にそんなになってますけどもね。はい、はい、皆様ありがとうございました。次の動画をまた見てください。よろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。かなこちでした。またねー。キュー。